でボリビアでも開拓移民ということで農業移民で農業ずっと、されてまして、で都に帰ってきてもずっと親父の方はサトウキビを作ってまして、で自分はそれの手伝いをずっとちっちゃい頃からやってました。はい。非常に宮古島の土壌に、温暖な気候に適してまして、で海風だとか強い紫外線浴びておりますけど、それに対してのすごい抵抗力というかですね、力が、蓄えられていて、なんていうんですかね、その純度が高いというかぬめりが非常に強くて、切ってみるとすごい粘り気があってですね、純度が高いのが分かるので、それがすごいいいところだと思います。自分としては仕事、農業が転職だと思っておりますし、で仕事というのはやっぱり人生の中で一番大事な、役割だと思っておりまして、で、そうですね、その自分の人生を作っていく一つの、形ではないかなと思っております。はい、シルセッケンをご利用の皆さん本当にありがとうございます。宮古島で、アロエベラを作っております。宮古島のアロエベラは、宮古島の大地のもと、丹精込めて愛情たっぷり育てておりますので、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。